ドンと。いいですか。はい、OK です。おい分かったから早く一人ずつ、バストアップで撮ります。ちょっと撮りな、もう一回しましょうか。腕組みで笑った方がいいですか。笑いましょうにっこりでお願いします。いや、まだいけるね。いい感じです。じゃあ中村さんお願いします。笑えないでしょ。はい、もう一回。オッケー、せやです。ナイス、お願いします。そっかね、だからこいつが撮るとさ、変な大学生。大学生じゃねえだろ。微笑むぐらいのバージョンもお願いします。下唇がちょっと前出てる。うざい。下唇がオッケーです。すいません、ありがとうございました。オッケーです。ちょっとオフレコ出てもいいかな。あの後方チェックちゃんと入る。はい。まあリラックス全然ね。はい。楽しい感じでいいですか。はい。いつも3人で話すような感じで喋ってもらえると助かる。外には言えないようなことしちゃう。そう。外に言えないこと多くなっちゃうもんね。確信になるかもしれないです。ページが。お願いします。まずさ最初にさ、イグス被ってるよね、みんなね。被ってます、被ってます。それぞれのなんか関係性ってまずどんな感じやん。まあ、俺から見れば後輩と後輩ですか、ね。だけど、なんかさっきのやり取りとか見てると、あんまりちょっとこう、先輩としてそんな見てないのかなっていう。いや、でもこの3人はないと思いますよ、そんなに。いや、ユータはちゃんとこう、ちゃんと見てる。嘘つけって。偉大なる先輩が。2人ともね、2人とも偉大なる先輩で。いやいや。チンガムコウスケを、まあ性格ですかね、性格か。まあ人懐っこいっていう、うん、そっか。まあね、よく言えばね、よく言え悪く言えばね、ただのクソ名前じゃあよく言う、よく言う、はい、うん、いやでもゆうたもそんなこんな格好つけてますけど、うん、普通すぎて普通になるからめっちゃお前みたいな感じで言っても、いや言ったことない、うん、例えばあれは何、その試合に臨むところの準備とか。漫画読んでるよね、お前で iPad で。そうっすね。お前嘘だろ。言いましたよ。ちゃいきりこうやって読んでるってね。え、試合当日、試合直前に。そうっす。あ、言わなかったでしたっけ。あ、ルーティン。行った行った行った。絶対終わってない。思いました。言ったよね、ルーティン。どういうこと、同じ感ってこと。そうっす。同じページを毎回一緒のとこ読んでるの。やっぱ何、ジャイキリしたいの、お前。いや、ジャイキリの部分じゃないですけど。え、どこ、何、そこの気持ちの部分で。で、なんか今度ジャイキリから新しいそういうね、気持ちの。あ、そうですね、紹介してくれっていう、紹介してくれっていう話したもんね。へー、いいか分かんないですけど、漫画読むっていうのは、うん、自分としては気持ちの部分。え、いつどのタイミングで。あれだよな、成長ってミーティングの、まあ、え、ミーティングの後。前あ、前ね。あ、うん、そこ俺が6分。え、ミーティングでどっちの部分前。あれだよ、セットプレーと6時。え、そこで漫画読んでんの、お前、うん、へー、知らんかった。え、隣じゃないの。あ、隣だけど、自分の世界入ってる、うん、あ、そう、マジか、こつけてますか。あ、そうなんだ。いや、つけてないです。やっぱ、かっこいいじゃん、これ。じゃあ、これ、あと試合にボクスあれこいつこんなこと思ってんすか。こんなわからないからね、俺ら。お前言わないで欲しかった。だって俺さ、これから飲んでときさこいつにボクサーって思われてるなって思っちゃうよね。いや、思ってないですよ。マジ今思えばですよ。ボクサーか。でもいいよ、それだけ。悪くないと思う。準備が遅い、あと、うん、準備が遅い。準備が遅い、うん、いろいろやること、いろいろやることもいいんでね。そう、ちょっといろいろやることに、まあ、全身着替えますからね。髪型とか。髪型はでもやってんの。いつ試合前でしょ。試合前って直前。いや、直前は全然もう固まってるんで、何もする必要がないです。直前もボクサー。直前もうボクサーなんで。その前に髪やるわけか。髪はそうですね。じゃあここまで来たからチームの準備は。いや、俺最後音楽聴いて行くだけぐらいです、うん、行くぐらいです。あ、聞いたね、ルーティンで、はい、うん、音楽聴いてますね。で、こうやって集中してるんですよ、俺は、うん、でもロッカー隣のユータもなんかこうやって靴紐積んでるんですよ、うん、俺なんか見たくないんですよ、あんまり、うん、でもユータが一緒のスタメンの時、うん、ロッカー絶対隣だから、うん、ここ映るんですよ、こいつ、うん、それマジうざいですよ、ね、何がうざい。じゃあ俺ここにこうやってなんかね、集中してる自分に。
だけどなんか、ユータが靴紐とかもすると視野に入っちゃうじゃん。自分の画面に映るの、ね、そうそうこう視界に入るのが、そう視界に入るのすごい視野だから、チラチラするんですよ。へぇ、俺は全然気にしてなかったんだけど、ね、全然気になるよね。まあ、右隣はいないんじゃん。右隣はジローさんだからいつも。まあ、気にならないの。ジローさんどっか行っちゃうの。あ、そう、そう、どっか、どっか行けって、どっか行ってほしいって。無理だよね。無理なんですよ。なんでいつも結構だって一緒のタイミングでアップ行くもん。へぇ、全然興味ないじゃん。